すいません、長くなりました。はい、ありがとうございます。24歳、見つめてくんさんです。女性の音声さんにマイクをつけてもらうときってやはりドキドキするんでしょうか？マイクをつけられているとき何を考えてるんですか？たまーに、でも最近あんまりいいな。こんなこと言っちゃあれやねんけど、基本マイクつける人って機嫌悪ない。俺そのイメージがあるのは明るくないよね。俺ね、明るいマイクつけると見たことないのよ。よろしくお願いします。いつも演者がね、確かに挨拶をするんですよ。すいません、よろしくお願いしますって言って、うん、こっちは基本なんか機嫌悪いね。みたいな。まあでもまあもう何百回もやってるからもうしんどいんちゃう。いやでもそれプロとして仕事として俺は俺がもしマイカーやったらマイカーって言うんですか、うん、マイクをつける人マイカーマイカーやったとしたら向こうがじゃあタレントさん来ましたよろしくお願いしますって言ったらはいよろしくお願いしますうわそれ絶対嫌だわもうこうやってそんなせえへんや何してんのさマイクマイクマイクを伸ばしてんの伸ばしてマイクを伸ばすどこにつけますかマイクを伸ばすいや伸ばすというかロープでちょっと遊ぶというロープ遊ぶあの線あるやんはいはいはいもうゴムじゃないよあでも明るい方がそりゃええわな絶対明るいしでしょほいでなたまにね、うん、たまにでも俺よくあんねんけど、うん、こうつけられんねんけど、うん、つけてもらえんねんけどもなんか機嫌悪いか知らんで理由は何か知らんけどもたまにこうガリってなったりするの手とかああうん時にちゃんと謝ってけへんああ確かにだから俺ちょっと疑うよね。まあ、でも音声さんに限った話じゃないかもしれない。テレビの世界の人たまにあるで、うん、なんか機嫌悪いんかいみたいなあるね。あと引くぐらい口臭い人とかどうかな。ディレクターで。おかしいよ。俺もうめっちゃ笑ったと思ってる。食べ頃まんまって番組のディレクターがもう本当にロケの説明があれ。食欲なくすぐらい臭いこれから食べようとしてるのにほんで、俺がむっちゃ臭い確か俺に訴えてきてる時があったのよ、うん、ガジ、こんなやばいぞっつってあ、そんなんやばいで、俺と違って西野の打ち合わせ多かったから、うん、また昼ぐらいに西野がその口臭いおじさんと打ち合わせしてたよ俺それ遠くから見て、俺覚えてんねん、うん、お前忘れてると思うけど、俺遠くから見ててお前がこうやって台本持ってで、その D がこの辺に座ってこうやって説明してるねんけど、うん、西野がずっとはい、わかりましたはい、はい、はい、言ってんのが俺もうめちゃくちゃ覚えてんねんこんなことしたじゃあ、ほんまに臭いこんなに臭い